はい、いい感じです。ありがとうございます。そのままこちらにお願いします。あ、じゃあ顔の横で本をお願いします。じゃあお願いします。もう少し。まずフォトセッションからお願いします。SN欲しい方おっしゃってください。どんな内容なのかちょっと教えていただけますか。どんな内容？全部入ってます。私が。なんか私生活も入ってるし、こう芸能界に入るまでのことも書いてあるし、今現在のことも書いてあるし、なんか詰め込みすぎちゃった一冊って感じです。もともと私が出したいって言ってて、自分から出したいってずっと言ってたんで、実際進んだのが3月の終わりで、撮影が5月やって、なんでまだ本当に最近です。今も運動しなかったり気をつけないと全然80キロとかいっちゃいます、うん、でも本当に私やばいんですよ。すぐ太るんですよ。で、一番最初やっぱり減らすこと、食事を減らして食べないダイエットとか、あと筋トレ。その時当時出てた本がやっぱ筋トレの本が、あ、すいません、多くて筋トレしようみたいな。でも筋肉がもうすごいついてたんで、元キャッチャーで、筋肉の上から筋肉をつけるともっと太くなっちゃって、で結局じゃあ食べなきゃいいじゃんと思って食べないダイエットやったり、うん、その後またリバウンドしたりしましたね。速攻リバウンドしました。芸能界入ってからはずっとキープされてます？いや、してないです。やばい太ってます、何回か。あ、でもそれはあのバレないレベルで、あ、いや顔に出ないんですよあんまり。だから服装で結構あの隠してました。でもウェディングドレスの収録があってバレましたね本当におっぱいで上がんなくて、3人がかりで上げて、上にここら辺とかもすごくて、デコルテがお肉で、でさんまさんとかにもお前はモデルじゃないって言ってお前は本当に後ろから見たら春の愛だって言われてちょうどその時春の愛さんもちょっとふっくらしたんですよ。で後ろ姿がそっくりすぎて間違えるから痩せろって言われて。どんな努力をしてそのキープされてらっしゃいますか？運動ですね。あと食事制限、もう栄養のことをすごい調べて、家にすごい栄養の本があるんですけど、なんか一石二鳥だなと思って、栄養のことも学べるし料理もうまくなるし痩せれるしみたいな。食事の面ではそっちで、あと運動、水泳とウォーキングのみですね。やってるのは男性もちょっとぽっちゃりしてる方がいいよって言うじゃないですか。私ぽっちゃり時代相当いじられましたマジで学校行きたくなかったもんいじられすぎて。当時なんて呼ばれてたんですその時？歩くだるま